さんこんにちは、トリッピーです。ということで今回も開封動画を撮っていきたいと思うんですが、今回開封するのはこちら。じゃじゃん。この封筒はそう、日本漢字能力検定協会よりいただきました、漢検の準2級の合否結果になりますと。まあ、ここはね、僕のちょっと個人情報、住所と名前とかが書いているんで、ちょっとポケモンカードで隠させていただきましたが、重要なこの漢検の開封動画やっていきたいと思います。俺ね、漢検の開封動画はね、初めてやるんでね、ちょっとどんな感じが、どういう感じに、カードじゃないわ、中が入ってるかとか分かってないんですけど、まあ、見ていきたいと思いますと、大当たりはどうやら、合格って書いてるらしい。で、まあなんか外れみたいな感じで、不合格って書いてるらしいですね。当たりの確率とかあんのかな？ちょっとそこら辺ちょっとよく分かんないんですけど、めっちゃ来たね。見ていきましょう。はいと、中に入ってるのは、あ、ちゃんと俺がやった過去問入ってますね。これかな？これが合格のやつかな？ちょっと見ていきましょうか。まあ、なんか変なのが出てきたら、あ、待って、ここ住所だな。ここをこうやって、じゃあ見ていきましょう。せーの、ほい！あ、違うわ、これ違うな。この度は漢字能力検定をご受験いただきありがとうございました。はい。ここに検定結果通知をお届けいたしますと。はい。今後も継続して漢字学習に取り組まれるとともに漢検をご受験いただければ幸いですと。はい。採点結果その他に問い合わせる問い合わせ等は、一切応じられないということで、まあ今回、まあここにね、当たりが入っていなくても、まあ、クレーム等は受け付けないよということなんですが、どこだ？あー、これっぽい、これっぽい。待って、これっぽい。書いてるわ。日本漢字能力検定、検定結果通知って書いてますね。これですね。見ていきましょう。多分これじゃあひっくり返したら見える感じなのかな。待って、個人情報が怖いな。個人情報は書いてる。個人情報も書いてる。まあなんか編集でうまいぐらいに。じゃあやりましょうか、そこは。じゃあ行きましょう。せーの。はい。あーちょっとマジで言ってる。ちょっと待ってくださいね。隠します。はい、ということで、名前のちょっと個人情報隠しましたが、合格まで残り39点、不合格です。マジで、おい、ふざけんなよ関係、ふざけんなよ。あなたの得点、200点満点中101点で、合格まで39点、みくちゃん。いや、これでも意外と惜しいんじゃねえか、これ。意外と惜しいんじゃねえか。ほぼノーベンって言っちゃったけど。結果は、読みやっぱ合ってんだな。30点、満点中24。はい。平均が 25.5。平均以下でも。部首が、10点中5点。平均 6.6。全部平均以下か、これ。あ、違う。熟語の構成めっちゃ合ってる、俺。20点満点中14点。ちょっと見えないから、ちっちゃくて。これぐらいアップしましょうか。熟語の構成が20点満点中14点で、平均以上取れました。で、まあ、漢字で、ここだな、書き取りだな。書き取りやばすぎたんだよ。50点満点中20点。平均31。うん、だから送り仮名とか誤字訂正はなんか平均超えてんな。やべえ！対義語、類義語、なんだこれ？え？何これ？何これ？対義語、類義語。バツ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 丸。2000！ ふざけんなよ。やべえ、俺のチャート、対義語、類義語ない。二足歩行できてる、俺の。二足歩行できてますわ、これ。今回ちょっと読んでいきましょうか。結果コメント、あなたは四字熟語意味の分野において十分な知識が備わっています。ありがとうございます。で、今後もさらにその知識を深めていってください。得意でない分野も積極的に学習すると良いでしょう。わかりました。今後の勉強方法は以下を参考にして、対義語、類義語と漢字と送り仮名の分野を中心に学習しましょうと。はいはいはい、なるほど。ちょっと難しいな、ちょっと読む気にならないよ。で、過去問見るか。じゃあ、あ、過去問じゃねえのか。過去問じゃないっぽいな。なるほどね、過去問じゃないのか。はい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 、わかりました。ということで、これはね、不合格っていうのが入ってましたね。くそー、
あと2個ぐらい買っときゃよかったかな。そしたら合格だと入ってるかもしんないけど、これ俺いらねえから売るわ。俺これカードショップ持ってて売ろう。はい、ということで、今回は、これぐらいでね、開封動画もうこれしかやるもんなかったんで、終わりたいと思うんですけど、まあね、なんでこれ漢字検定ね、僕これ購入したかっていうと、あれなんですよね、まあリスナーにね、まあゲーム実況のね、生放送やってる時に漢字があまりにも僕読めなさすぎて、僕理系なんですよ。で、読めないから、還元受けろって言われて、まあノリで受けたやつなんですけど、まあせっかくだからね、当たりカード、合格通知みたいなのがね、まあ、欲しいんで、次はね、またね、もう一回、順2じゃなくて、2級を今度、やっぱね、受けたいと思いますね。やっぱり、やるなら2級だな。うん、順にはやっぱ俺にはね、レベルが低すぎた。はい。はい、ということで、今回は、これぐらいで、やばって、やっぱ順に受けよう。やっぱ順に受けよう。39点ってかなり足りねえよな。ということで、今回は、これぐらいで、動画の方を終わりたいと思います。ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーの動画でお会いしましょう。じゃあねー。